どうも、キューニー F です。今日はですね、国産ミヤマクワガタ。こちらのお世話をやっていくんですけど、このケースね、中プラ犬になります。ちょうど1年も経ったかな。去年、帰った子供たちを個別のケースに入れてね、飼育してたんですけど、ワインセラーね、入れられる数っていうのがどうしても限られてしまいます。なので、入りきらなかったんですけど、まあ、試しにね、これでね、多頭飼育してみたらどうなるか。こちらね、ちょっと気になったので、まあ、買い切れなかったからちょっと入れたっていうのもあるんですけど、実際ね、多頭飼育した場合は育つのか、どうなのか、まあ、ちょっとね、気にもなったので、やってみました。で、まあ、やってみましたっていうか、まあ、偶然なんですけどね、まあね、これで、ね、うまくいけばね、来年もね、ちょっとね、入りきらんなっていう時にはね、多頭飼育でね、やっていこうかなと思うので、今日の結果次第ではね、取れすぎた時にはね、今後はこういう管理にしていこうかなっていうことでね、ちょっとね、実験も含めて今回ね、やってみました。でね、この中から、まあ、いいものが、あれば、まあ、それはね、個別にまた飼育していこうかなと思います。まあ、平均的な体重も含めてね、今からね、ちょっと見ていこうかなと思います。それではね、やっていきましょう。でね、こちらの中のね、幼虫、何匹入ってるかちょっともう忘れましたけど、体重測定してね、いいのがいたらのけていこうかなと思います。よいしょ。いや、多すぎだろ、これ。はい。はいっと。見えるかな？はい。じゃ、まずこれ。15。悪くないな。はい、これキープ。これ。12。あ、ちっちゃい。11。ちっちゃい。13、ちっちゃい。13、ちっちゃいな。これメスだ。ああ、この1匹ぐらいのもんかな。よし、ちょっと戻しながらやっていこう。で、この15、こいつだけね、大きな容器に移し替えましょう。へえ、多頭飼育でも15グラムいくんだね。はい、ではですね、とりあえずね、先にね、マットを詰めてきました。またね、残りの幼虫はね、こちらで育てていこうと思います。でもね、13グラムとか、これでもね、13グラムあるんですけど、これでね、60後半ぐらいはね、いかんか。60台はあるんですよね、もう。まあまあ、だと思います。さっきの 20g とかああいうの見ちゃうとね、物足りない感じはしますけどね。結構ね、普通には育ってるよね。決してちっちゃくはないよね。まあ、とびきり大きいのはいなかったね。まあ、ただね、多頭飼育でも、それなりに、まあ、育って、ちょるから、まあ、ありかなってちょっと思いました。どうせなんていうんですか。ワインセラーってね、管理できる数ってどうしてもね、限られてるから、たくさん産んでもね、こうやって管理できなくなっちゃうわけですよ。で、そういうのどうするかっていう時には、まあ、これも、まあ、平均的な大きさにしかならないのかもしれないですけど、まあ、ね、早期羽化したりとかして使えない子が飼えるよりかはいいんじゃないかなってちょっと思いました。はい、といった感じで、まあ結果としてはね、そこそこのね、体重だったんじゃないかなと思います。まあこの体重ならね、まあ70は狙えんとしても60台は十分狙えるんで、まあありかなと
個人的には思いました。なのでね、来年はね、入りきらなかった幼虫は、まあ、このようにしてね、管理していこうかなと思います。まあ、そんな感じでしたので、まあ、皆さんもね、飼育する時のね、参考になればなと思います。というわけでね、今回の動画はこれで終わろうと思います。またね、次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。